宝径酸ガラスのビーカー宝径酸ガラスとは、宝酸を混ぜて溶融し、軟化する温度や高度を高めたガラスである。耐熱ガラス、硬質ガラスとして代表的な存在。熱膨張率が低く、そのため一般のガラスに比べて熱衝撃に強い。耐熱性、耐薬品性に優れていることから、理化学器具や台所用品などに用いられている。 ウ素の原子量が小さいため、通常のガラスより密度が低い。方形酸ガラスの熱膨張率は30から6、k と通常のガラスと比べて3分の1程度である。そのため、温度差に起因する熱応力が減少し、熱衝撃に強くなっている。急激に、あるいは、不均密に加熱すれば割れるが、粉々にはなりにくい。工学的には、 色分散が小さく屈折率が低いクラウンガラスである。通常は無色であるが、ガラス工芸用の着色したものも存在する。通常のガラス原料である傾斜、そうだ、石灰石に加えて放射を用いる。実験器具に使われている堤防調律の放形酸ガラスは、およそ80%の二酸化系素。 13%の酸化放素、4%の酸化ナトリウム、2から3%の酸化アルミニウムを含んでいる。油点が高いことから溶接業で用いられるようなガスバーナーが必要となる。現代ではほぼすべての実験用ガラス器具が方形酸ガラスでできている。高油点や紫外線透過性が必要な場合には石英ガラスが用いられるが、 加工が難しく効果である。方形酸ガラス製の器具を用いると微量であるがガラス中の放素が溶出する。このため、放素の分析では、放素を含まない素材の器具を使用するのが望ましい。耐熱性が良いことから、台所用の器具としても使われている。わずかな熱変動に対して精度を確保するため、反射望遠鏡の鏡に用いられている。 光学レンズの材料としてもよく使われているが、その場合は非常に質の高いものが要求される。19世紀末にドイツの科学者フリードリッヒオットショットによって開発され、1893年にデュランのブランド名で販売されたのが最初である。1915年コーニングがパイレックスを売り出すと、特に英語圏ではパイレックスの名で広まった。 もっとも家庭用品に関して言えば、パイレックスブランドの欧州製品は、方径酸ガラスを使用しているものの、アメリカ製品は、ソーダ石灰ガラスを用いている。ありがとうございます。